ですね。テニスさんが先輩に挟まってて、でテニスさんは違うんですよ、ね。挟まってたんじゃないですか。あ、違う。テニスさんが、煎餅を、煎餅の中にたこ焼きを挟んで、うん、あって、びっくりした、店員さん挟まれてるじゃ逆に欲しくないし、そんなで、まあ、いろいろなこだわりがありまして、やっぱりでもクラワンカさんの一番のこだわりは、店の人が掲示板を作ってるんですよ。で、その掲示板ですね、これこの掲示板には、お客様がプリクラや名刺を貼って、貼れるようにしてコミュニケーションの場を作ってるんですね。それでお客さんとのつながりを大切にしていらっしゃる点が一番のこだわりだなと思いました。すごい。何かインパクトが強くてびっくりした。ね、その掲示板があることで、そのなんかその店主さんのすごいね、あの雰囲気も分かる通りにコミュニケーション大切にしてんだなとかね。お客さん大切にしてるね。そう、っていうのすごく分かるよね。うん、あとね、彼らの。ちょっと出ました、うん、なかなか褒めないですよ。素晴らしいです、ありがとうございます。はい、次はマークスチームお願いします。はい、チームマークスです。私たちが選んだのは錦市場にある陶器屋さん喜怒哀楽の店主さんの方のこだわりです。どうぞ。